さあ参りましょう。ステージ9。パート100。パートもう91か。早いもんで。でっていうと、ファイヤー。いいっすね。最初からいい組み合わせですね。ありがたい。まだ何もしてないよ。なんで中間置くの、ここ。あの中間取ったら死んだ時結構きついな、思えば。えい。あ、やべ。そっか。やられるのか。そういえばそうだな。なんもねえぞ。これ急にした穴開いてた、マジ泣くな。やべえな。見えない時にな。これさ、右に行かせ終わりなのかよ。何がしたいんだよ、これは。右に走らせた意味が分かんなかったですね。ステージ10。まあ、だいたい1コース8分くらいかな。ダッシュ全自動。敵？何？敵って。え？これは多分一回左に行ってから右に行ってほしいんだろうな。うん、多分そうだね。そうしたかったんだ。だったら最初音符の位置変えればいいだけじゃん。横着したな、さては。はい。でもそっからの作りはまあまあ、うん。まあ、うん。ねえ、どどどんと降りてきまして、入りまして、うん。また土管に入らせる。まあまあ、変わんない同じことをやっているだけですね。さあ、はい、ゴール。お疲れ様でした。そうだね、確かに。ダッシュ全自動。敵だったね。ステージ11行きましょう。アンダースパイクス。針の下？針の下かな？トゲの下？トゲの下ですね。ん？下じゃねえんだな。あ、これは食らいながらいけますね。楽できるね。頭ぶつけながら行っていいんだ。気持ちいいな。気持ちいい、楽。すごい気が楽。わーい、ファイヤーだらけだ。はい、お疲れ様でした。あれは、下でと訳さずに、元でって訳せばよかったんだね。そしたら。ステージ12参りましょう。まあ、1コース1分くらい。絶対にキノコを取るな。取るなね。了解。まあまあまあ。まあこれは上でも下でもってことですね。取るなっていうか取れねえな。とりあえずこっち行くけど。あ、ゴールあった。こっちでいいだ。イエーイ。さあ、ステージ13参りましょう。アクションステージが今んとこないな。アシュリー。アシュリー1。ニューマリのステージ多いな。お、なんかアクションっぽいっすね。いいっすね。オッケー、ふぅー。アクションステージはいいね。マリオを自由に動かせるのはやっぱ楽しいっすよね。さあ、ステージ14参りましょう。余るな、時間な。マリオ、VS The We Girl Swim Team。海面？海面ではないのか。そっか、赤鬼将軍たちも出てくるんだな。さあ、海面行きましょう。来たね、赤鬼将軍。ちっこいのも来るんすね。上だよね。コインで示してくれてますね。おっと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 、どこまで追ってくんのよ。赤鬼将軍。あ、やっぱ、ある程度はあれなんすね。追うの、追うと飽きてどっか行っちゃうんすね。お、これは難しい。難易度上がったね、いきなり。OK？ うん、下じゃなさそうだな。あ、どっちでもいいんだな。じゃあ、とりあえず上。中間、はい。あ、やべ、壊しちゃった。積んだかな？戻って、治ってるといいんだけど。やーべ、積んだ。こうなったときは、死ぬしかないですね。やり直すとあれになっちゃうんで、死にます。将軍。へい。挟まれて死んじゃおう。死ねなかった。オッケー。
まさかの罪圧とはね。まさかの罪圧でしたね。そっか。お前はそこスルーできるのか。いいなぁ。最強説。ました。え、なんで死んだ？ちょっと驚きを隠せないんだけど。よし。マリオ見えるところでちょっと勝負しましょうか。多分これ追いつかれてんだな。スピードあった。ちびっこの、いやでも追いつかれてねえ。ねえなぁ。ねえよな。やべ！あぶねえ。いや、下は抜けれるんだけど、上は抜けれないんだよね、多分ね。あぶねえ。動きが緩慢で助かりましたね。はい。おお。いいね。海面好きだよ。海面得意だよ。自信あるよ。ステージ15。ラスト2コース。爽快バス、爽快ダッシュ2。走る。了解。お、でっかい雲。あ、なるほど。ブラックパックンが、あれを倒してくれてんだ。しかも倒した時爆発するんだね。ふぅー。25。ブレてる。うるせえ、うるせえ。ステージラストいきましょう。あのね、いつも思ってたんだけど、あの動画のサムネイルってやつを、あれしたいんだよね。あの、GIFファイルに変えたいんだよね。そしたら今のとかをさ、サムネにするんだよな。できるんだよね。やりたいんだけどね。まあ、GIFはなかなかね。いずれそんな時代も来るんじゃないかな。そんな気がする。YouTube もどんどん変わっていってるからね。ガノンドルフ。はい、まず間違いなく時間が余ってると思うんで、いいねランキング。ランク、難易度は普通の1のコースも、最後にちょっとおまけみたいな感じで入れさせてもらいますね。これさ、こういうこと？あ、やっぱりそうだ。あれと似てるな。鏡の国の、と似てるね。前やった。覚えろってことね。わかったぞ。まず一番右壁のやつの、ここにあるって。これか、あるいは、これだ。はい。オッケー。めっけと。どれを探すんだろうな。ここか？ほい。あった！かよちんいい動きすんな。かなり軽い。マリオよりなんかね、扱いやすいですね、かよちん。かよちんとか言うと怒られんだよな。めぐみもさ、アシュリーだよね。すげえ突っ込まれるしね。すいませんね。勝手にあだ名つけるのが好きでね。ここですね。え？うん。あ、そういうことか。上にあったのか。てっきりあの中に入ってるもんだと思ってたけど、違うんだね。今度は、そうなるの？え？戻れってこと？あった。これ。これ。オッケー。よかった。オッケー？時間も結構やべえな。ん？でっていうだよね、これ。なんだなんだ、な、ど、な、何を、何を、ん？うん。いや、入っても取れるよ。ん？上もいけるよ。ダメ？これ落ちちゃ。まずい。いや、大丈夫だった。でも意味がちょっとわかんないな、これ。ん？あ、そっか。ここにあるよと。はい。で、そっか。今度は先に行かせたんだ。なるほど。で、ここにありますよと。おーほほー。あ、待った。これ上に、赤いのが隠れてる。ないか。すげえ。これは、発想が、
発想がすごいよな。いや、これは普通に、単純に、あれでしょ。余裕で褒めれちゃうよね。これはすごいよな。発想がちょっと常人じゃないっすよね。これまた戻らせるんだね。あった!やった!すげえな。これまだ続く?え、まだ全然続くんだけど。ここ?はい。上にありますよ。何が?お、土管があるぞ。あ、エクストラステージなんだ。うわ !4 つあればできるよってことだ。うわすげえ。じゃあみんな、あれかな?これは、皆さんで遊んでみてくださいっていうことでいいんじゃないかな?もう時間もね、いい時間ですからね。いや、いいコースでしたね。かなり遊ばせてもらいました。おー、すげえわ。これはすげえ。これは、もう、お見それしましたと、言うしかないよね。すげえ。超楽しかったです。じゃあ今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。